あーやっぱりエリトラは最高だな。え、なんで最高かだって？いや、こんなに楽しいマイクラのアイテムは他にないだろ。あなたは本当にそれで満足しているのですか？は？え、なんだこの声は。まあ確かにもっと楽しいのが欲しかったりもするが。じゃあ行きましょう、新たな世界へ。え、は、あー、はぁ、いや私はさっきまでエリトラで空を飛んでたはずだが。なんか明らかに違う世界に飛んでるんだが。ふっふっふ、そう、ここはいろんな翼が存在する世界です。うん、はっきり言ってようわからん。まあそこは自分の目で確かめてみてください。そういや後ろにチェストあったから開けていこう。すげえ。え、なんかたくさん翼があるんだけど。そして何この食用の量。まあとりあえずつけてみるか。すげえ。いやもうこの時点でエリトラとは比べ物にならないな。で、これどうやって飛ぶんだ。アーキーで飛べますよ。あ、飛べた。楽しい。いやこれ楽しすぎるだろ。あとエリトラよりもコントロールが効くんだな。めちゃ楽しい。めっちゃ楽しかったけど。満腹度ゲージの減り具合が半端ねえ。だからこんなに大量の食料があったのか。さてと、次はこれだな。めちゃくちゃ可愛いやんけ。よし飛ぶぞ。あ、やばい可愛すぎる。そしてやっぱり、楽しい。あー楽しかった。さてと、次は、バットウィングズ？コウモリの羽って意味ですね。ウプ主がグーグル翻訳で翻訳してました。それくらい自分で読め。ウプ主、あとさっきのは可愛い印象が大きかったけど、これはかっこいい。マリサさん、こんなのはまだ序の口ですよ。え、まだかっこいいのあるのか。てかなんで私の名前知ってるんだよ。まあそれは後ほど話しますので、次はファイアーウィングズですね。炎の羽って意味か。どうだ、めちゃくちゃかっこいいやんけ。楽しい。あーはは、は私は伝説の火の鳥、フェニックスマリサだ。マリサさん完全に調子乗ってますね。さてと、次は、イーグルウィングズですね。ガバガバ翻訳で邪悪な翼っていう意味らしいです。やばいこれも楽しすぎるな。あーやっぱりこれも最高だな。まあいつもウプ主の TNT 爆破に付き合うのも疲れたし。影モッドがいい味出してますね。あー楽しかった。確か次が最後だったよな。そうですね。じゃあ最後はマリサドラゴンで遊ぶか。かっこいい。いや、めっちゃいいなこれ。てかこれ落下ダメージ抑えられるんだな。この翼に限らず全部抑えられますよ。あとお前もそろそろ姿を現せよ。現しましたが何か。いやいきなりすぎるんだよ。おっと、自己紹介が遅れましたね。遅れすぎだよ。まあ改めまして、私はコンパクヨウムと申します。今回あなたは翼がある世界に行きたいと言っておりましたね。で、そこから連れてきたってわけか。あとヨウム、なんで私のこと知ってるのか。まあ実はシュープ主にナレーターとして最初からいましたからね。え、ということは、その時の会話などで聞き出してました。いやそんなことやってたのか。あっやべ、飛べなくなっちゃった。でも落下ダメージは抑えてくれるんだよな。あれ、これやばいやつ。あーゲフン。